もう入ってきちゃダメだよ。ニャッキ、怖くないの？イモムシだって生きてるんだよ。助けてあげなきゃ。かっこいい。今日トリッピー来なかったね。具合が悪いんでしょ？どうしたんだろう。心配だね。ガラス！わあ！あ、こんな時はニャッキーだ！いやー、ガラス！え？私のカバンに触らないで！誰か追い払って！やだー！こら！知らなかったよ。ニャッキーってカラスが嫌いだったんだ。ミミリンもカラスは苦手だけど。苦手なんてもんじゃないよ。大嫌い。見るだけでも嫌。前にね、おばあちゃんが大事に育てている野菜を何度も荒らしに来たんだ。追っ払ってやろうとしたら襲いかかってきて。おばあちゃんは腰を軽く打っただけで済んだけど、あんなことをするカラスだけは本当に大嫌い。そうなんだ。ペンダントがなくなった。カバンに入れたはずなのに。チャレンジ園に持ってくるからだよ。待って、うん、それってきっとあのカラスの仕業だよ。は、うん、おばあちゃんに聞いたんだ。カラスってビー玉とか光るものがすごく好きなんだって。でもあの時そんなもの加えてない。絶対そうだよ。カラスが持って行ったんだよ。ミミリンのペンダントを。こうなったらミミリンのためだ。カラスと戦ってペンダントを取り戻すよ。ありがとうニャッキー。シマジロウも協力するよね。でもカラスじゃないかも。シマジロウの友情ってそんなもんなんだ。あ、まずは巣を見つけないと。困ったな、どうしよう。あ、そうだ。ごめん、僕トリッピーが心配だからお見舞いに行ってくる。そっか、いいアイディアだね。え、トリッピーならカラスと話せるもんね。カラスとどう戦えばいいかアイディアを聞いてきてくれるんだよね。頼りになるね、シマジロウ。さすがだわ。任せてよ。しまった、お腹が痛くてトイレから出られないってどういうこと？でもあんなにたくさん食べてトリッピー幸せだ。もうトリッピーがいなくて大変なんだから。しまじろう、まだかな。あ、見てニャッキー。ゲッ、巣に帰るのかもしれないよ。行こう。というわけなんだ。なるほどね。ニャッキーがムキになってさ、カラスと戦うにはどうしたらいいかって。危ないから戦っちゃった。とにかくやめろってことだよ。これでニャッキーも諦め。何その格好。これは鎧と剣。それから盾よ。あのカラスの巣を見つけたの。それでトリッピーはなんて。危ないからダメだって。もうやめようよ。トリッピーもシマジロウも情けないんだから。なんだよそれ。勇気のないシマジロウなんかほっといて行こう。わかったよ、僕も行くよ。さあ行くんだシマジロウ。なんで僕。だって私カラスになんか近づきたくないし。ミミリン怖い。ニャッキーが戦うって言い出したんじゃないか。シマジロウが音を出すから。いや、来ないで。ニャッキー逃げるの早い。声上げただけで襲ってくるなんて本当にカラスってひどいんだから。あの巣の中にミミリンのペンダントがあるのかしら。私たちがペンダントを取り返しに来たって気づかれたかも。
本当にペンダントあるのかな。こうなったら巣から離れてもらうしかないね。何やってんの？赤ちゃん襲ったって本当？知らなかったの。お願いトリッピー、謝ってるって伝えて。もう絶対に近づかないから。こわー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 。あー仕方ない、許してやるって。あのミミリンのです。下駄箱に置いてありましたよ。こういうのを持ってきちゃいけない約束よね。ごめんなさい。ごめんね、ニャッキー。私がカラスのせいだって思い込んだから。カラスもわけもなく襲ってくるわけじゃないもん。きっと昨日は赤ちゃんのご飯を探しに来てたんだよ。そうだね。嫌いだからって悪いことしてるって決めつけないようにしなきゃ。トリッピーも美味しいからってたこ焼き食べ過ぎないようにしなきゃ。それは関係ない。え？ベネッセ。